スネイの MC はほどほどにほどほどに。こんにちは、皆さんお疲れ様です。ご機嫌はいかがでしょうか。つねいです。つねいの MC はほどほどにボリューム27でございます。この番組はシンガーのつねいがライブの MC だけでは語りきれない思いやプライベートに踏み込んだ話、今ハマっているものやこと、最近起こった出来事など自由なテーマに沿ってお送りしていきます。音声だけではなく最後には動画もあります。リクエストによっては歌も披露いたします。トークテーマやメッセージも随時皆さんから大募集しておりますます最近ここ数週間ダイエットをなんとなく続けてるんですけれども、体重ってこんなに落ちないっけいや、なんかなんだろう、大人になると痩せにくくなるよみたいな、そういうのって人生の先輩たちからたくさん聞いてきたんですけど、こんなにだっけっていうことを感じております。いつからこんなに痩せるの難しくなったんだろうね。太るの簡単なのにねねえ。さあ早速メールをいただいております。ほどほどネームゆうくん、つねいさんお久しぶりでやんす。お元気でございますか。お元気です。去年だと月に1回はつねいさんのイベントライブに参戦していたなぁと思い出しています。話題は外れますが、 BSN ニュースゆうなびで熱中症で倒れていた方を救助されたニュースが放送されました。三条の目黒さんはつねいさんの T シャツを着てインタビューに答えてました。つねいさんのファンは素敵な方ばかりで感動しました。もしよかったら警察官のコスチュームで表彰してはどうですかつねいさんのファンはつねいさんの誇りですね。素敵なつねいさん、ありがとう。と、ありがとうございます。そうそうそう、新潟の、夕方のニュースでですね、熱中症で、倒れられた方を救助されたっていう方がインタビューに答えていらっしゃったんですけど、そのニュースに出てる時に、ここでこんな状況でこうだったんですっていうお話をされてる時に着ていたのがつねいのグッズでありますイントゥーの T シャツを着ててくださったんですよ。でしかもなんかこう熱中症で具合が悪くなってしまった方を見つけて処置をされて、で無事にその方を救出したっていう、なんか素晴らしい話だったんですね。でなんか私が直接何かをしたわけではないんだけど、その T シャツを着てね、その出てくださっていた方がそんなに素敵な方で、ちょっと私が勝手に誇らしく感じておりました。もうそうなの、私のことを好きでいてくださる方っていうのはもうマジですごいいい方ばっかりなのよ。もう自分のことは何か誇れることはないけれど、本当に自分のことを好きでいてくれる方がとにかくいいっていうことが私の誇りなんです本当に、そしてそんなつねいの素敵なイントゥー T シャツはつねいオンラインストアで販売しておりますので、ぜひつねいとおそろでみんなも来ましょうさて、前回の知らんがなクイズがですね、私の初めての告白は何歳の時だったでしょうっていう、ほんとマジ知らんがなっていう、クイズを出題させていただいていたんですけれども、それにちなんで今回のトークテーマは告白エピソード、こんなお話をしましょうっていうことを言っておりました。なんかね、皆さんも生きていれば人を好きになり告白をしたりされたり、あとはこうちょっと勇気が出なくってなんか言えなかったりとか、こういろいろ複雑な事情があったりとかいろいろあるかとは思うんですけれども、告白っていうのがあって、やっぱりこう2人の時間がスタートするわけですからね。もう何言ってんだろうね本当に
告白って言ったら、私はこう直接こう伝えるっていうのがいいなと思うんですけど、今はあれでしょ、 LINE とかでやったりするんだよね。もうなんか LINE とかで好きです、付き合ってくださいって言われてさ、時さなんか、え、本当かなって思っちゃいそうどうなんだろう。さあ、メールいただいております。ほどほどネーム、単身赴任中のニノさん、常井様、番組スタッフの皆様、こんにちは。それでは早速、知らんがなクイズの答えを。来たぞ、まさに知らんがなの問いが決して見捨てないし、とことん付き合いますが、今回も軽く、初めての告白は4歳で。で、告白エピソードですが、今でもたまに会って飲む高校の部活仲間との話かな。あの子がいい、この子がいいなんて話してると、じゃあ告白しろなんて流れになり、その気になったのが自分を含めて2人。オイラが彼女の帰宅ルートで待ち伏せしていると、なぜだかみんな見える範囲にいるし見てんだね。もう一人のやつは校内の下駄箱の前で堂々とやってるし、会話は聞こえないけど終わるまでずっと見てた。そんなシーンを今でもみんなはっきりと覚えてるんだよな、笑い。まあそんな会話をしながら酒が飲めるのはありがたいってことで、なんだか恥ずかしくなってきたので今回はこの辺で、それではっていうことでした。ありがとうございます。このなんていうの、男同士のこの何、もう誰が好きなの、じゃあお前行けよみたいなのってあるんだよね私ね、実はこれ中学生の時に、このその男子たちのこの会話にね、ありがたいことに登場してもらったことがあったみたいで、でそれでまあなんかどうやらお前誰が好きなのみたいな話になって出て、こう2人の男の子がこうちょっと私でかぶっていたっていう、なんかね本当に、この世の運を全部使い果たしたようなね、ありがたい出来事があったようで、でなんかそのなんかノリで、じゃあちょっとお前ちょ電話してみようぜみたいになったらしいんだわ、どうやら。で、だから家電に電話かかってきたの、その集まりの中の一人から。ね、この質問の仕方もね、今思うとすっごいアホな聞き方をされるんだけど、お前さ〇〇と〇〇どっちがいいっていう質問をされたわけです。いやもう、いやなんじゃそりゃって感じなんですけど、なんじゃそりゃはそうなんだけどね、そのなんていうの、第三者として電話してきてくれてたその電話口の男の子のことを私が好きだったの。だからその彼はもう私じゃないっていうのは、もうなんかその空気感で判明しちゃって、もうそれを感じて私はもう告白はせずにその恋は終わりましたいやー、そんな私のエピソードがこぼれ出てまいりましたニノさんありがとうございます、続いてほどほどネーム、ヨッパアット常井さんに逮捕されてみたいさんしちゃうぞ、そんな権限はありませんけど、こんにちは常井さん、こんにちは、告白エピソードですが、甘い告白、酸っぱい告白、辛い告白、いろいろありますね。中でも人生最大の告白といったらプロポーズじゃないですか。よくあるパターンで夜景の綺麗なレストランとか言いますが、うちの場合は自宅でしたね。そろそろ結婚しようかと考えていた頃、なんと神さんの方から告白されてしまいました。ビシッと言い出せなかったことを今でも後悔してます、てんてんてん。リベンジは銀婚式かな、まだまだ先だな。常井さんはプロポーズをしたい派、されたい派、どっちですかね。やっぱりされたい派かな、ニヤニヤ。いい人と巡り合いますように、頑張れ。常井さんの初めての告白は何歳、多分幼い頃と思うんだけど、ズバリ6歳でどうです。幼稚園の仲の良かったお友達に告白したという甘酸っぱい思い出かな。ではまたメールしますと。ヨッパさんありがとうございます。プロポーズされたい、されたいです。
憧れる。でもどういうシチュエーション、家とか結構いいよね。そのなんかさりげない感じも憧れるし、夜景の綺麗なレストランで指輪パッカーンみたいなのも憧れるし、もう全部憧れるこの銀婚式でリベンジってヨッパさん言ってるけど、このなんていうの、結婚記念日とかのこう節目の時になんか改めてこう、まあ、プロポーズというか、こうなんか感謝を述べるというか、もうそういうのいい、憧れる。なんかおじいちゃんおばあちゃんとかになってもさ、そんななんか高い何かが欲しいわけじゃなくて、なんかちょっとこう2人だけの記念になるものをなんか例えばプレゼントし合ったり、なんか美味しいもの食べたりとかして、いつもありがとうねみたいな、とかなんか一緒にね、シワの増えた2人でちょっと清掃して写真屋さんに写真撮りに行ったりとかさ、いいなさあ、ちょっとこのまま行くと長くなってしまいそうなので、クイズの正解発表いきたいと思います。今回の知らんがなクイズなんですけれども、私の初めての告白は何歳の時だったでしょうというクイズでございました。正解はじゃらららららじゃん、12歳の時でした。はあ、3、はい、知らんがな、うん、知らないよね、ほんと知らない12歳の6年生の時でございましたよ。バレンタインの時に、片思いの子に告白をいたしました。その時はお手紙で告白をしましたけれども、返事は返ってこないっていう、そんな、甘酸っぱい告白でございましたさてさて、今回も知らんがなクイズ問題出したいと思います。問題です。じゃらん、私の一番好きなプレステのソフトは何でしょう。私の一番好きなプレステのソフトは何でしょうという問題でございます。このクイズの回答を皆さんからメールやコメントで募集しております。そして、これにちなんで次回のトークテーマは好きなゲームの話。みんな何のゲームが好きなんだろう。ゲームとかやるかな、みんな。なんか好きだった、子供の時好きだったとか、そういうのでもいいです。皆さんの好きなゲームの話聞かせてください。その他にも内容はどんなことでも OK でございます。メールやコメント大募集しております。メールアドレスは hodohodo@tsunei.com、 hodohodo@tsunei.com までお寄せください。そしてもちろんこの YouTube のコメント欄にコメントいただくのも大歓迎です。ぜひお寄せください。そしてチャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。サブチャンネルのご飯のつねいというチャンネルもございますので、そちらもぜひぜひ見てチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あとつねいの楽曲も引き続き愛してくださいませ。 iTunes、Apple Music、Spotify、LINE Music など、いろんなところでお気軽に聞いていただけます。そしてオンラインストアで CD やグッズ販売中でございますので、ぜひぜひつねいオンラインでチェックお願いいたします。であと、ライブ情報なんですけれども、今月の21日月曜日の祝日に、トップカルチャー蔦屋書店さんのインスタグラムでインスタライブをやらせていただきます。トークを交えながらたっぷり歌わせていただきたいと思っておりますので、ぜひ18時から見てください。これですね、トップカルチャー蔦屋書店さんのインスタグラムのアカウントをフォローしてくださったらどなたでも見ることができますので、ぜひぜひお見逃しなく皆さん楽しみにしててください。ここまで皆さんお付き合いいただきまして、本当に本当にありがとうございます。最後は動画でお別れでございます。今日の動画は何の曲でしょうでございます。次回も皆さんほどほどに元気でお会いしましょう。はちゃのー。